バル A、スペシャルオートマティックライフル非特殊自動小銃はソ連が開発したスペツナズ向けの特殊昇音アサルトライフルである。コードネームはシャフト。ジアニー・タクマッシュが特殊部隊の隠密潜入作戦やゲリラ作戦用のアサルトライフルとして1980年代に開発した。設計はペテロ・セルジコフとバルディミール・クラスコフが担当した。 消音効果の高い大型のサプレッサーをレシーバー先端から重口前方まで重心全体を覆うように装備しているのが最大の特徴。これにより射撃する際の銃声とマズルフラッシュをできる限り小さくしている。作動メカニズムはガス圧利用式で AK-47 をベースとしている。ボルトは回転して重心トロックしマイクロロッキングラグを6個装備する。 9X39mm 弾という特殊な弾薬を使用している。この弾薬は AK-47 が使用する 7.62X39mm 弾に似ているが口径は 9mm と大きく重量のあるものを使用している。弾丸重量は発射薬量に対して大きいためサプレッサーで消音効果を最大にできるアオン速の低速で弾丸は発射される。 QX39mm 弾は、初速は、非常に低いが弾丸重量は大きいことから 400m の有効射程を持ち、400m で、厚さ 5mm の鋼鉄板を貫通する。VSS と同じ弾丸である。また、100m 以内ならば、軍用の防弾直機も貫通することが可能。上から SR3MAS、バル VSS。ありがとうございます。